にちは、インターン生の菊田です。よろしくお願いします。今回も PC ゲームの紹介をしていきます。第9回目に紹介するゲームは黒い砂漠です。黒い砂漠は韓国のゲーム開発会社パールアビスが開発した MMORPG です。ボイスまで全て日本語で対応しており、英語ができなくても安心です。このゲームの魅力は全クラスがアタッカー、誰もが主役の爽快バトルとリアリティを追求した攻略しつくせないほどの生活要素です。特に生活要素は戦闘を全くせずに生活要素だけでプレイしているプレイヤーも多く、そんなプレイヤーたちでも全ての生活要素をプレイすることができないほどボリュームがあります。戦闘要素、生活要素のどちらでもゲーム内通貨を得られ、アイテム取引所を通すことでプレイしていない要素のアイテムも入手できるため、プレイヤーは自分のプレイスタイルに合わせたプレイだけでも十分楽しめることも魅力です。今回はこの黒い砂漠の生活要素について紹介していきます。まず戦利品を得られない生活要素でどのように収入を得るかです。このゲームでは主にアイテム取引所、貿易、皇室製作納品を利用して通貨を集めます。アイテム取引所はプレイヤー同士でアイテムを取引することができます。相場が常に変動しますが、需要と供給を見極めることで大きな収入を見込めます。また料理や加工、錬金をするときはここで材料を揃えられるため便利です。貿易では魚や特産品を売ることで通貨を得ることができます。貿易品は原産地から距離が遠い貿易管理人を利用することで相場が上がっていきますが、そのためにはあらかじめ貿易ルートを開いておく必要があります。貿易はそれだけで一つの生活要素として成り立っており、スキルレベルを上げたり交渉機能を活用することで得られる収入を増やすことができます。皇室製作納品はプレイヤーが自ら加工して製作した料理箱や錬金箱を各都市にいる皇室製作納品 NPC へ返納することで大きな利益を得ることができます。単価は非常に高いですが、内容はランダムで数に制限があることが特徴です。生活要素には冒険に役立つアイテムを作る料理、錬金、アイテムを作るための材料を集める採取、栽培など多くのコンテンツがあり、その全てが簡単には攻略しきれないほど奥が深いです。もちろん戦闘要素にも爽快で派手な要素がたくさんありますし、グラフィックがとても綺麗なので広大なワールドを隅々まで冒険するという楽しみ方もできます。プレイスタイルに合わせた自由な楽しみ方ができる MMORPG 黒い砂漠、この機会にぜひプレイしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が気に入っていただけたらチャンネル登録といいねをお願いします。